はい皆さんこんにちは、えー、神,神奈川環境市民ネットワークの山田ですえっ、ー、と最初あの今日あの初めて来られた方もいらっしゃいますので最初環境取得コンテストの概要などを説明した後にあのこ、えー、今回の結果について、えー、報告したいと思います,れます、えー、これはあの今回の第六回のあの表彰式北九州市で行った時の様子ですでそもそもあの、えー 環境首トコンテストですけども、その背景としてはあの、持続可能な社会を作るということがあるんですけれども、まあ、持続可能な社会っていうのは何ぞやっていう話はこの後杉本さんが詳しくして,くれ,てますくれますので、私の方からちょっと角度を変えまして、えー、国連がよく使っている持続可能な開発っていう言葉を、えー、ご紹介したいと思うんですけれども、えー、国連が言うには、あの持,続可能持続可能な開発というのはあの、将来世代、 私たちの子どもや孫たちの世代になった時の世代の人たちがの欲求を満たす、満たしつつ私たち世代も欲求を満たせるような開発が持続可能な開発という大変難しい言い方をしているんですけれども、まあ、大変簡単に大雑把に言ってしまうと、緑豊かな地球の資源を次の世代へということではないかと思います。これは下に画像出てますけど元ビートルズの ジョージ・ハリソンのレコードジャケットなんですけども、えー、彼の晩年に、えー、右のようなあのあの、えー、う写真が出てきまして、えー、これまで、これが本当20世紀の私たちの暮らしの姿だったんじゃないかと思うんですけど、まあ、これがこういつまで続けられるのかだろうかというところの反省の上に、まあ、持続可能な社会をつくるということがあるんではないかというふうに思います。で 私たちの,あの日本の環境首都コンテストは実はモデルがありましてドイ,ツ、えー、ドイツの方では自然環境保護の連邦首都コンテストというのが、えー、正式名称のようですけれどもこれ、まあ略して環境首都コンテストというふうに私たちも、えー、よ呼んでいます、えー、ドイツの方では90年代に9かにわたって行われまして、えー、主催はやはり NPO のドイツ環境支援というところがされたそうです 私たちもまた全国の NPO がネットワークを組んでコンテストをやっております。ドイツの方では大会が30自治体が参加だったんですけど最後は223ということで日本ではフライブルクが環境首導ですごい有名なんですけどもそれ以外にもエッカンフェルデとかミュンスターハムシなどがありまして、まあ、こういったことをあの 情報で知るだけではなくて、私たちネットワークとして現地で行って調査などもやっております。でえー、日本の環境シフトコンテストの趣旨ですけれども、えーまあ、簡単に言いますと、あの他の自治体の目標となる、えー、持続可能なあの自治体のをあの私たち、市民と NGO のエコひいきによって作り出すということが簡単に言うと、大雑把に言えます。でえー、その、 目標となる自治体としてはまあ住民参画でこう持続可能な地域社会を創造しているそういった自治体の取り組みを支持し支援し加速させるというのがコンテストの狙いとしてありますそのことによって他の自治体にも影響を及ぼしていくことを願っています2001年から10日にわたって現在実施中です で具体的な目標としましては、えー、大きく5つありまして1つ目が、えー、自治体同士があいい意味で競争する切磋琢磨する仕組みを、まあ、そのことによって日本のフライブルクを作っていこうとで自治体さんにとってはです、ねえー、自分たちのやっている政策の客観的な評価見直しにつながるんじゃないかと。えー 他の自治体と自分たちの施策を比較したりとかですねあるいは私たち NGO が評価することで見直しができるんではないかと思いますでまたその中からよ、えー、その自治体の,あの、まあ、こういうことをやってますよっていう先進事例を紹介したりとかですねあるいは自治体の施策の中で先進あのやってらっしゃる方たちは意外とこう自分たちがやってることは先進的だってことを気がついてない ことがあったりもするんですけれども、そういった事例の掘り起こしなどもやっております。でまたあのそのことを通じまして、えー、優れた取り組みをしている自治体を評価するということをしています。そしてえっ、ー、とまあその過程でまああの単にアンケートのようにあの文書を渡して回答してもらうだけではありませんで実際に自治体をお邪魔してお話を聞くというヒアリングもやっております。そういったことを通してまああの行政と住民 n g を 市民団体との対話を促すということも目的としてあります。で、私たちあの実施するにあたっまして、全国で十二の環境 NGO がネットワークを組んでまして、関東地方では環境エネルギー施設学研究所とふるさと環境市民の環境市民あ今の会がないに失礼しました。ふるさと環境市民と神奈川環境学習研究会。 山梨エコネットワークのやつが関東地方を担当しております。でこのうち今日あの運営やってます神奈川環境市民ネットワークと申しますのはふるさと環境市民と神奈川環境学習研究会そしてまあ私はあの環境市民のあの関東地方の会員ですけどもそういった NGO と個人が協力してネットワークを作って今日の運営をさせていただいてます。でまたあの今後のあの開催などにあたりましては。 協力ししてていただける団体ですすとか個人の皆様を募集しておりますでコンテストの進行ですけどもこれまでの概要ですと大体いい9月中旬ぐらいに自治体の方に呼びかけをしまして参加しませんかというお誘いをしますとこれはあくまでも自治体の方は自主的その自治体の自主性によって参加していただくことになってますので応募していただくということになってます。 で10月31日までに、えーえーえーまあ、まあ、今日が一応、締め切りなんですけれども、大体毎年年内ずっと3回呼びかけを続けておりますので、えー、まだ申し込んでらっしゃらない自態でも、まだ十分間に合います。また、11月30日ごろ、えー、その質問票に対する回答をいただくことになってますけれども、これも大体年内いっぱいぐらいまで受け付けております。 そしてその回答をせい確認したりとか精査してでその中でいろいろ不明な点が出てきますのでそれについてあのメールですとか電話ですとかあるいはお邪魔してヒアリング調査を行いますで1月の末から、えー、3月にかけて、えー、集計しまして、えー、最後は表彰式というふうになっておりますで質問票はあのーえー、大きく15の項目とじ、えー 質問こちらから質問したこと以外で自治体さんの方でえ主張したい、うちはこんなことやってるよということを需要に書いてもらう、需要技術とのえ組み合わせでやっております。で15項目といいますのはまあ環境マネジメントシステムとかえまあエネルギーとかゴミとかいわゆる環境に関するちょっと字が小さくて申し訳ないですがいわゆる環境のこと以外でですね、環境報告書を通じたあの えー、情報公開の話ですとか、あのえー、最近あの、えー、共同のまちづくりとてうわれてますけれども、そういった住民、共同するための住民に、なんか、えー、住民が力をつけ,てるようなつけるような施策をやってますかといったようなことも、えー、お伺いしておりますで。コンテストの表彰としましては、えー、最高えー、環境史との称号、まあとで条件を、えー、ご紹介しますけれども、これを えー、本当は出したいいとうのがありますで、えー、現在行ってますのは総合のベスト10の発表と人口規模別、えー、人口規模によって6つの軍に分かりまして各1位と2位を表彰しています、えー、第6回に関して,ましてはあの第,6、えー、第6軍というのは政令指定都市なんですけれども政令指定都市は2つしか参加がなかったため、えー、表彰は行っていません。 部門別として地球温暖化と住民参画をやっていますそれ以外に先ほどのヒアリングで掘り,掘り起こした先進事例などの特別事例の表彰を30ほどそして各分野別の表彰を行っていますあと奨励賞も5回連続の自治体に行っています環境指導の条件ですけれども総合第1位であること 総合点の得点率が70%以上であること、えー、得点率がき90%以上得点した分野が3つ以上あること、反対に50%以下の分野は3つ以下であることという、えー、条件がありまして、ちょっと条件が厳しいためか、えー、過去6回のコンテストで、えー、この環境指導の称号を送られた自治体はまだありません。えー、対照的にドイツの方は、第1になると無条件に環境主張になることになっています。 画像あの無関係ですって、これあの電車はあの広島市の,あの、えー、路面電車に LRT が走ってるんですけど、えー、もうちょっと使わせてもらいました、当、え、然、ー、荒川線にもこういうのが走ったらいいなと思います。えー、コンテストの結果としまして、順位だけあの、ランキングが目的ではありますので、えー、コンテストの結果、こんなことが分かりましたという報告書を必ず。 毎年出してます、えー、今日も後ろの方に、えー、各界の報告書をお持ちしていますのであとお時間ありましたら見てくださいまた先進事例集、えー、こんな、えー、先進事例がありますと、えー、ちょっと、あのー、交通関係で波野市と館、えー、林市の事例をちょっと映してますけれどもこういった、あのーえー、先進事例についてはこう報,、えー、報告書の中で 別冊ととしてまとめてみままめで、今日はあの後ろの方にパネルが展示してありますけれどもあのパネルの方もこの先進事例集の中から選んで作ったものが並んでいますまたこれ以外にあの、えー、今日うはあの、えー、ビデオ撮影が入ってますけどハイライフ研究所のご協力によりまして先進事例の映像版の DVD なども作っておりますでこれあのいくらで譲ってくれるんですかって話を 時々される方があるんですけれども、これはあの売り物ではありなくてです、ね、あの参加していただいた自治体にはあの無料でお分けすることになっています。でそじゃあ、その資金はどうなっているのかというと、あのえー、地,球地球環境機器の方からあの運営資金は、はい、いただいております。で早速、第6回、今回のコンテンツなんですけれども、参加自治体としましては74自治体で。 えー、ここ数年、75から74で3年間推移してまして、えー、参加自治体数は変わってないんですけど、えー、市町村合併によりまして、全国の自治体の数が減っているという関係で、えー、参加率はぐんぐんと増えておりまして、えー、今4、4%になっております、えー本。本家のドイツでは参加率が3%台ということを考えますと、えー、参加率では日本の環境を知コンテストはドイツを抜いたと。 いいいうこととは言えるんじゃないかと思います、えー、先ほど軍別点をちょっと申し上げましたが、えー、第一軍から第六軍がありまして一、えー、軍、二軍は関東地区関,関東は参加自治体がないんですけれども三軍は、えー、1, 2, 4つですね第四軍が5つ第五軍が1 2, 3, 4, 5,、2、3、4、5、6自治体が参加していただいてますでその結果ですけれども えー、総合順位としましては、えー、北九州市、で去年の,あのディフェンディングチャンピオンでありました水俣市が今回は第2位となっていますで、えーちょ、第10位まではこういうふうにあの発表させていただいているんですけど、えー、採点としましては、実はあの15位までがあの団子状態に詰まっていまして、11位と10位の差が1点しかなかったという、大変あの杉本さんは冷や汗をかいております。 ましたけどそういったふうに上位の自治体は大変拮抗していまして、えー、施設をたくのが非常に激しくなっております。で、あのえー、総合結果につきまして、このように、あのレーザーチャートと私たち申しておりますけど、ちょっと字が小さいかな、各分野は別に、えー、全国へ最高点はこうでした、全国平均はこうでした、あなたの自治体はこうでしたっていう。 レーダーーダチャートを作りりまましししてて参加自治体の方にはお渡ししてお渡すで、えー、全体と見ましては総合点の平均点が前回よりも21点上昇したというのが今回です。でその一方で環境質と出現の可能性が非常に高まっておりまして、えー、こう赤い線をずっと見ていただくと分かると思いますけども、えー、平均総合得点率が70%以上と。 この赤い線を見ると大体もう80%以上がすごく増えてるということで、えー、特定の自治体に限定しないで全部の自治体の最高点を見るともう環境指導ができてもおかしくないなとで具体的に、えー、第一の北九州市ですと総合特定率が70%を超えてましてすべ、えー、ての分野で70%を超えてるとで愛の自然環境の保全と回復というところでは90%以上も獲得してくる。 で第2の水俣も総合特定率が70%に迫っているとで、えー、B と I と O で、まあ、90%以上取っているぞというところが出てきましてこの2つが、えー、環境省に最も近いんではないかというふうに私たちは思っておりますまた一方であの結果から見てくる課題もありましてこの赤い線を見てもらうと分かるんですけれども F あの総合化、ちょっと自画自賛、総合化、あのとか予算。のところがへこんでますし、M の地球温暖化と、あと、A エのジェンダ、ローカルジェンダ、環境基本計画のところが。他の最高点に比べて、へこんでると。トップクラスの自治体でもへこんでるということが、これでわかります。で、また、あの、赤の最高点と紫、赤紫の平均点を比べると。 まあ平均点、伸びているんですけども、えー、ちょっと開きが大きくなってきているかなと、えー、会の践のあのフォローアップというのが、これからの課題かなというふうに思います。で、このことを踏まえまして、えー、この後あの杉本さんと飯田さんから、まああのえー、杉本さんには環境基本計画、えー、飯田さんのほうにはまあ温暖化防止と、あと、自治体施策の,あのイノベーションといいますか。えー あの革新についての話を、えー、お願いすることになっています。で、実態あの。それ以外の自治体施策の総合化。まあ、総合がのへこんでるという話はちょっとしました。けど、えー、これはあの杉本さんがよく、えー、持続可能なか開発ってのはなぞやっいう話の時に使われる、えー、グ具です。図ですけど、まあ、詳しくはまた杉本さんから、えー、あると思います。けれども、これ見て、あの私あの,私はあの別のことを考えまして。 えー、この環境と経済にまた、国の話ですけれども、環境と経済にまたがるこの部分については、えー、国の省庁で言いますと、ここは、えー、経済産業省が持ってるんですね。で、環境と社会的公正の交わるこの部分につあといか、この部分ですね、この部分については、えー、厚生労働省が持ってる。で、この3つが交わる部分については、えー、内閣府と首相官邸が持ってるんで、環境省ができることっいうのは、実はここだけしかない。 えー、私たちあの、こまめちゃんと言っているんですが、電気をこまめに消しましょうとか、そういったあのそういレベルのことしては実は環境省とはできない今、省庁の仕組みになっているんですけども、自治体はそうじゃないだろうと、基礎自治体の皆さんはもう日々、住民と顔をつき合わせてやっているわけですから、この3つができなくちゃいけないわけですね、でその3つをやっていく、まあ、基礎これからできるのは、国の環境省はできないけど、 えー、荒川区とか他の皆さんの自治体はこれができ,るできるからにはやってもらうじゃないかというのが私たちの質ですので、えーまあ、このコンテストを通じてそういった方向に行けばいいなというふうに私たちは思っていますで、えー、先ほどの環境と経済の交わる点の例として、えー、先進事例から紹介したいのがあの南九州統一リユース便 リユース瓶というのは瓶を洗って何回も使うというあのビール瓶などの仕組みですけども、これはあの、えー、南水俣市から起こったんですけども、水俣市が瓶、まあ、リサイクルじゃなくて、またリユースにしようじゃないかという市民の発案によって、リユース瓶が復活しますですねでこれをあの経済上の仕組みまで持っていったというのはこの水俣のすごいところで。 瓶、えー、の洗浄工場をまあ市内に誘致してですねでしかも水俣市だけの瓶ではちょっと工場をまかなきれないんで、えー、熊本、鹿児島、宮崎の3県に拡大して3県分の瓶を集めれば瓶の,、えー、の洗浄、えー、工場がこう十分経済的に成り立つとでそういうふうにこう、えー、動き始めますと東京の一部の、えー、酒の販売店も これに乗っかっかててきてですねでこの東京の,この販売店というのはあの大手の居酒屋チェーンにあのこう象徴を売っていたわけなんですけど代わりに空き瓶を引き取らされたわけですね、その空き瓶を酒屋ののさんは事務たちでお金出してえ産業廃棄物として処理していたんですけれどもえこの水俣の工場はお金を出してしかも運賃を出してえその空き瓶を引き取ってくれると。 いうことで酒井さんにとっては今までお金を払ってたのを逆にこのビンを返すことでお金がもらえるということになってそういう経済的なあメリットが生まれということで、えー、東京の一部のお店も乗っかってるそうです。でもう一つはあのドイツの例なんですけどこれもあの杉本さんの講演でよく出てくるお話ですけれども、えー、ハムシっていうあの、えー、小さな町なんですけが。えー 環境ですすけれどもこ,この駅前に、えー、駐輪場がありますでこの、えー、私も去年の今頃あのネットワークの調査で行って見てきましたけれども朝の6時半ごろまだドイツは真っ暗なんですけれども、えー、行くとこうあの今ここであの自転車を受け渡してますけど実際、現実ではこの中に係員が前に出てきてです、ね、その自転車をこう受け取っていると。 でその受け,受,け受け渡しをするときにこの、えー、渡す人が何時ごろ帰ってくるよということを話をされているわけなんですけども、でまたその夕方、その人が取り行く時間とんもうすぐに出てくるように準備されているんですね、でその中,、えー、中ではこう自転車のレンタルやあの修理も行っているそうなんですけども、なんと日本ではこう駐輪場って1人か2人しかいないんですけれども、ここでは10人が従事されてまして。 でそれというのもまあ長期失業者を雇って、です、ね、あの社会復帰のためのトレーニングの場として使われているということで、えー、州とか市の政府の支援で、協会が運営されているということです。でこれはあの今回の報告書の後ろの方の特集のページに詳しく載ってますので、またそちらの方もご覧ください。で えー、環境指導コンテストに参加されている自治体職員の皆さんの声もちょっと集めてみました、えー、他の自治体職員の方の取り組みが励みになっています、えー、毎年少しずつでも得点が上がるように頑張っていますで市長が環境指導を目指すと言っていることからやりがいを持って参加していますということで、えー、市長さんが環境指導になるぞと、えー、先ほど荒川区の副区長さんからの環境先進都市を目指すぞという こ言葉がありましたけれども、同じような自治体さんが増えてきています。第1回から連続参加してきた中から、本誌の課題が数日実現可能なものになりつつあります、最初は、こん質問を含めてこんなことはできないだろうというふうに思ったことは、だんだん参加しているうちにできるようになってきているというお話があります。でえー、と あとですねこの回答を作成するにあたって、まあ、これまでは部長決裁でやってたんですけれども、まあ、第5回、前回、えー、去年ですね、から、えー、首長さんがこう自ら決裁されてると、でその結果も将棋で報告して、えー、部長級幹部クラスでこうあの共通認識を持ってるぞという、そういう自治体さんも出てきていいまますでまたあの第三者機関からの評価という視点で参加しています。 とということで、えー、先ほどの,あの目的にありましたけれども、えー、私たち NGO が評価するということで、えー、自分たち、えー、行政内部では分からないことが分かってきたということが、えー、あるということで、参加されているところもあります。でまた、参加を通して、全国のレベルが上がってきているというのを感じますというふうにおっしゃっているところもあります。また、た、えー、環境行政のの問題題や課題を把握できて、全国の優れた 取り組みの情報を得られる、精、ま、神、あ、事例ですけれども、そういったことを、えー、情報をもらえることがこう参加するメリットだというふうにおっしゃっているところもあります。で、この、えー、コンテス日本の環境首都コンテストですけれども、うん、実はもう第7回が始まっております。今、参加自治体を募集中とあります、えー。継続的な参加が、えー、環境施策を進めますので、まだ申し込んでいない自治体の方は、 早急に申し込みをお願いいたします。また市民の皆様にはこの、えー、自分の住んでる自治体に参加を、えー、働きかけるようにご協力をお願いします。でまたあのスタッフの方も、えー、私たち募集しておりますのでやってみたいという方がいらっしゃいましたらこの後私たちにあの声をかけてください。よろしくお願いします。それではあの、えー、続いてあの杉本さん環境市民の杉本さんから、えー、成功する 環境基本計画の作り方についてお話をいただくことにします。